スカンクは、ネコモクイヌアモクスカンク科に属する、哺乳類の総称である。肛門の両脇にある、肛門暴動船から、強烈な悪臭のする分泌液を紛失し、外敵を撃退することで知られている。漢字を当てて、草獣ものとも表記された。北、アメリカから中央アメリカ、南アメリカにかけて生息する。ただしスカンクアナグマ族は、インドネシア、フィリピンなど、 マレー諸島の西側の島々に生息する。スカンク科には4属12種が属する。多くは白黒マダラの退職をし、模様は種によってそれぞれ異なる。よく目立つ模様は外敵に対する警戒色となっている。獅子は短く、爪は長くて鋭い。夜行性、単独性。体長は40から68センチメートル。体重は0.5から3キログラム。 ふさふさとした、長い尾を持つ。雑食性であり、ネズミなどの小型哺乳類、鳥の卵、昆虫、果実などを食べる。地中に巣穴を作る。冬などは巣穴にこもることが多いが、真の冬眠をするわけではない。スカンクは、狂犬病の媒介者として知られている。テキサス州やカリフォルニア州などでは、人間が狂犬病にかかる感染源のトップに挙げられる。 狂犬病に感染したスカンクは、あらゆる動物に攻撃を仕掛けるため、これによって感染した家畜を介して、人間にも感染すると考えられる。なお、スカンクが肛門暴動腺から放出した分泌液を介して、狂犬病に感染した例は知られていない。スカンクの悪臭は、肛門暴動腺から放出される分泌液によるものである。食肉類の多くは、 肛門暴動線を有するが、そこから放出される分泌液を相手に吹きかける能力やその匂いの強烈さに関しては、スカンク科の動物は特に際立っている。匂いを直接嗅いでしまうと悪臭にのた打ち回る。分泌液の主成分はブチルメルカプタンである。匂いは独特であり、硫化水素臭やニンニク臭など文献によって異なる。 スカンク臭という表現が用いられることも多い。スカンクは強力なスカンクスメルを発する分泌域を放出する前に前足で地面を叩いたり尻尾を立てて肛門部を相手に見せたりするなど特徴的な警告動作を行う。特にマダラスカンクが行う逆立ちの警告ポーズは有名である。警告が無視された場合、スカンクは 肛門膀道線を取り囲む筋肉を収縮させることによって分泌液を相手の顔にめがけて噴射する。これは4から5メートル離れていても命中させることができる。分泌液が目に入った場合、一時的に目が見えなくなる。悪臭の範囲は風向きによっては2キロメートル近くにも及ぶ。分泌液は皮膚のタンパク質と強く結合するため、 皮膚に付着した分泌液を取り除くことは困難である。脱臭には専用の脱臭剤が用いられることが多い。また、分泌液が付着した衣服は脱臭が困難なため破棄せざるを得ない。肛門暴動線には5から6回分の分泌液が蓄えられている。空になった肛門暴動線に分泌液が再充填されるには、およそ1ヶ月程度必要である。 ほとんどの捕食者はスカンクを襲うことはないが、ワシやフクロウなど、頭上から襲いかかる嗅覚の鈍い捕食者には、効果がなく、餌食となることが多い。日本語で用いられる、スカンクは、英名の、スカンクをそのまま拝借したものであるが、そもそもの英名は、アメリカ先住民族であるアベナ貴族の言葉、セガンクに由来すると言われており、吹きかけるものを意味する。 スカンク科には4属12種が属する。かつて、ブタバナスカンクとテキサスブタバナスカンクは、それぞれ独自の種として区別して考えられていたが、現在はアメリカブタバナスカンクとして同じ種とみなされている。同様に個別の種とされていたアンデススカンクとペルースカンクも、アルゼンチンスカンクとパタゴニアスカンクにそれぞれ含められることになった。さらに、 最新の研究では、アルゼンチンスカンクとパタゴニアスカンクは、同一種とし、四属十一種であるべきだとする見解もある。ありがとうございます。